こんにちは、指原莉乃です。本日は、こうして皆さんにお会いできてとっても嬉しいです。OPPOの、新商品のイメージキャラクターを務めさせていただきます。今日はよろしくお願いします。なんかすごくワクワクする CM で、自分の今までなかったような表情もありつつなんですけど、いつも通りの感じもありつつで、なんか新鮮なような、でも身近に感じられるような不思議な雰囲気だなと思いました。あとはジャンヌダルク風の衣装がとにかくすごくて、なんか最初フィッティングした時はなんかもうちょっと、なんかもうちょっとなんて言うんですかね、なんかこれどうなるんだろうみたいな感じだったんですけど、実際当日来たらやっぱりプロの職人さんが作っただけあって、すごいきらびやかな衣装で、なんか衣装に負けないようにとんでもないです。本当にお似合いでした。リーダーっぽさ恥ずかしいんですけど言うと、今までグループでやってきた感じというか、大勢を引き連れてっていうのを意識しましたね。もうこっちは等身大の自分でできたような気がします。ティザー編のジャンヌダルク風はちょっと強めだったんですけど、こっちはもう楽しく猫と遊んだりとか楽しかったですね。最初聞いた時はすごくびっくりしていて、で、私が撮影している段階では、リノになるのか何になるのかまだ分かんないよっていう段階で実は撮影していたので、最終的にリノ A という名前になったって聞いた時はとっても嬉しくて、運命的なものを感じちゃいました。名前が一緒だとちょっと愛着も湧いたりしますよね。湧きますね。ついつい呼びたくなりますよね。そうですね、はい、とにかく画質がすごすぎて、なんていうんですかね、このカメラではなんていうんだろう、全てが映っちゃう気がしたので生活を整えて、体内から整えて肌をきれいにするとかそういうことを気をつけたいなというふうに思いました。美肌機能みたいなのもついてるんですよ。だから結局しなくてもいいじゃんって話なんですけど。そうですね、はい。